紹介お願いします。はい、こいよ、越前龍馬です。はい、よろしくお願いします。じゃあこの伝説の企画なんですけれども、今日は助っ人をご用意いたしました。お悩みのプロ会いに行くよ、瀬野ゆうこです。よいしょ。ですね、深刻なお悩みを抱えているホストさんが来られまして、お悩み相談しますので解決導いていただこうという企画になっております。2人はね、やっぱ完璧ですのでビシバシ言っていただきたいと思います。ということで、まずは1人目のお悩みですね。レオンです。お願いします。リュールの森山さんのお店でいらっしゃるんですね。お悩み教えてください。ホスト歴2年やってるんですけど、結構送りとかは取れるんですけど、なかなか締めにつなげることができない。次がそうですね。ぜひよろしくお願いします。送りもらってから締めにつながるまでに自分がやってるなと思う努力って何ですか？今のところはもう LINE をとにかく即レスっていうか疑問系で返すっていうことを意識してます。モテ雑誌とかの初心者のおじさんみたいな。確かに。すぐ返してくれればいいってわけじゃないと思うんですよね。あれだよね、豆が売れるっていう意味で即レスしてる。そうですか。豆の意味を結構勘違いしてる人が多いと思うので、まあ、ただ早くレスポンスを返せばいいっていうだけが豆ってわけじゃなくて、例えば1日数少ないレスポンスでも、例えば女の子と仕事始まる時間とか時間とかも全て把握して、ちゃんとそろそろ終わった頃かなと思って、その時間に合わせて「お疲れ様」っていう LINE を1つ送ってあげるだけでもすごい豆っていいなと思う。心に響きますね、それは。それだけ女の子のことをちゃんと把握して喜ぶ言葉が言えるかとか、送りもらった後なんかこうあった行ったりとかなんかあるのか、行くようにはします。本当に娘のこと言ってるんですけど、何時ぐらいまでやってますか？そうですね、大体4月ぐらいまで。めっちゃ気になるんですけど、はい、多分明るいところで見た時に笑顔マジでそれ結構女ってたまにびっくりするんですよ。男の人で行くらいとか飲んでた時に朝なるほど、アドバイス的です。時間がそこに繋がると思ってなかった。色気があんまりないと思うんですけど、川崎のぞみさんの旦那さんアレク、うん、似てるじゃないですか。似てる。あの人のなんか悪いエロさみたいなのを真似してったみたいですか。やっぱ誰か真似していくってロールモデルがいるとアレクいいのかなって。ちょっと逆に女の子に聞きたいんですけど、まあ、この顔ですごいペラペラな人が喋るじゃないですか、はい、逆にこれをちょっと片言にしたらちょっと女の子からしたら可愛いなとか面白いなっていうのがあるのかな。ちょっと一回片言で、あ、そうだよ、片言、私来て 2年。怪しい、これはそれはさ、ごめんなさい、ダメだ、ごめんなさい、ダメだ、怪しすぎました。逆にルイ大柴みたいにちょっと英語の言葉にしちゃう。かわいい。結局ではちょっと面白そうだね、うん、普段からそれやられるうざいかもしれないけど、君キュートだね、うん、はい、ということで結構意見が出たんですけどもね、じゃあ最後にお二人とも一言ずつはちょっとアドバイス。伸びしろがすごいからこんだけ意見が出たってことなので、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。まとめると脱毛して、見た目はレック、食べにはルイ大柴。危ないな。ぜひこれからのね、デンプルを背負っていってください。ありがとうございました。はい、ということでお二人目ですね。よろしくお願いします。お願いします。お名前は爽やかだね、絶対勝利です。はい、お願いします。勝利くんのお悩み教えてください。僕の顔がかっこよすぎて、女の子が寄りついてきすぎちゃって、プライベートの時間がないんですけど、どうしたらいいですかね。なるほど。でかかっただけだよね。プライベートの時間がなくてもいっぱい寄りついてくる女の子を売り上げに変えてたらいいんですか。おー、シンプル。プライベートの時間必要ですか。必要ですか。いや、いりません。はいはいはい、だけしちゃったよ。やっぱりここに位置に来れてないということはまだまだってことなんで、それでね、自分がね、持ってきちゃってるんで思い込んでるだけかもしれないんで、それを瀬野さんの言う通り全部仕事に変えてったら、それが悩みじゃなくなるんで。おー、いくらでも寝るんだから。わかりました。いいお言葉ですね。処理君どうですか。全然寝ないでプライベートに回すんじゃなくて、全部仕事に回します。悩みじゃなくて喜べること、ね、うん、悩みに見せかけた感じでした。せっかく悪いの出ちゃいました。じゃあ処理君の悩み解決ですね。はい、はい、じゃあ処理君ありがとうございました。はい、ということで次の相談者さんです。ポチャリたちの立花香織です。よろしくお願いします。どうしてもギャンブルがやめられなくて困ってるんですけど、どうすればやめられますか。いきなりやめるのは無理だ。ですよね。いやいやいや、応援してくれてる優香ちゃんにめちゃめちゃ
いです。ヨマさんはどうですか？でもトラックもやめようみたいな、禁煙やめたいって言ってて、今月売り上げこのぐらいいかなかったんでやめようって一、うん、回タバコ全部取り上げたんですよ。おー、で僕があのヘアメイク行く時になんかカオルがヘアメイクの近くで一人で突っ立っててキョロキョロしてたんだよ。どうしたのカオルって言ったら、いやみたいな、いや、やめるって言ったのにタバコ持ってたんで我慢ができない。ギャンブルもなんかやめるって言って本当に人にそうやって約束しちゃってこそこそ生きていく方が多分本当なんかクズになってくるそうなんですよ、もうなんかクズを認めてしまってるので、そう、むしろやっていいと思いますよ。本当にお金を借りないだけルールを徹底してお財布からお金をなくなった人には借りない、借りないだけでやってる分には別に人様に迷惑かけてないんだから、はい、好きにしてもう最後地獄見るなら見ればいいんじゃないのってそしたら諦めつく。ありがとうございます。どうしてもやめたいっていうならお金を僕に誰も貸さないでくださいって周りに言っとくっていうのがリョーマさんの意見。誰も借りれない状況ですけど、どうですか、これくんできそうですか？逆にやめようかどうか迷ってるよりはやった方がいいっていう、それでまあバカを見るならバカを見るみたいなのがすごく刺さったというか、はい、ってなったらやっぱりそこまで行ってみようかなと、ね、これからも万全に突き進みます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで次の相談者さんです。可愛いの好きな人この歌生まれ、山田太郎です。はい、お願いします。僕のお悩みは、ツイッターとインスタなんですけど、僕よりかっこよくないのにバズってる人とかって、なんであれバズってるのかなって。ちょうどお二人にぴったりなお悩みですね。投稿頻度今どのぐらいですか？インスタは僕結構やるんですけど。ストーリーですか？はい。意味ないです。え、ストーリーって意味ないんですか？だって拡散機能がないじゃないですか。ツイッターはどうですか？ツイッターは全然ですね。じゃあ、そんなにやってもないのにバズるわけないじゃないですか。ツイートするっていう習慣を作るっていうのが大事だと思います。インスタとかで写真を投稿するのであれば、うん、撮るに1枚撮るにしても一工夫した方が、その SNS にかける時間をちゃんと作った方がいいと思います。一日の続けれることが多分一番大事かなと思って。やり続けることですね。ポストと一緒ですね。リスマ1日にしてないです。おお、ということでじゃあ太郎ちゃん解決できそうですね。はい、じゃあ頑張ってください。1万人目指して。はい、ツイッター見ます。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで本日はね、お悩み相談室ありがとうございました。ヨーマさんとユーカちゃんいたらもう本当にお悩みが解決されてきますね。ユーカちゃんはどうですか？なかなかお悩み聞くことないじゃないですか。ないですよ。だからもう申し訳ないなと思って、偉そうにいろいろ言っちゃって、ただ先生の補佐ができればよかった。僕が言いたいことを全て言ってくれた。おー、よかった。逆にこっちも勉強になる。一致ってことですね。はい、ということで今回ありがとうございました。はい、ということで皆さんぜひディープレイに遊びに来てください。それじゃあまた見てね。バイバーイ。